僕は騒がしい音を立てながら湿地帯を進んだ。本当に教会の中に仲間がいるとすればすぐに会えるだろう。待たせたな。前回に引き続きプレイしていきます。お、なんか早速声聞こえるけど大丈夫？あ、だいぶ時間が経ったみたいだな。暗くなってる。何もいない？大丈夫？充電だけしとくか。あ、もうだいぶなくなってたな。明るいぞ。大事だからね、充電は。あ、ちょうどガソリンが切れたかな。下つきたくないな、ここで。よし、マスクとフィルターかな。暗いな。ミッションは教会に行くことなんだけど、嫌な予感がする。向こうから来るな。これ多分ちょっと建物があるから中に入ろうか。建物の中は接近戦になるからショットガンに切り替えて。なんか来てない？群れが来てるよね、これ。こっちに気づいてないみたいだけど、すごい行ってる。やばい、一体気づかれた。こっち来い。すっげえ飛んでったな。よし、拭いて。こっち来んじゃないぞ。よし、当たらないようにして。お、あれは少佐の声が。アイテムとか落ちてないかな。よし、タマゲット、アサルトライフル。お、これナイトビジョンじゃないか。教会な、了解。よし、ナイトビジョンを装備。おー、すげえ見やすい。こいつはいい。これでいこう。ライトは消して、あ、間違えた。こうで、ね、マスクを変えといて、一回外して。あ、ライトついてない。すげえ明るいんだな。これはいい。ライトなしでも全然進める。多分でも電源の、電源じゃないな、バッテリーの消費が激しいような気もするけど、だいぶ沼地だね。湿地帯、ここ進めるだろう。よし、下に落ちないように行かないと。ショットガンにしとこ。ショットガンが一番使いやすいな。モンスターが基本近づいてくるから、ショットガンでギリギリで撃てば弾の消費も少なくて済む。嘘、嘘でしょお前。いった、なんだ。通り過ぎてった。もうやだ、あんなでかいの出てくるなんて聞いてないよ。ここ通れる。ああ、やだやだやだ。いや、それがいっぱいいるな。しかもあれちょっと強そうじゃないか。気づかれてない。たまない。3発で倒せる。やばい、いろいろとこっち進めない。あー、でかいの出てきた。あー、ちょっと普通に。ここで決着をつけるっていうのか。あー、飛び越えられないよ、ここ。
前段使ってでもいいやつを倒す。リロードリロード。あ、帰ってった。今のうちに拾えるもんは拾って。ショットガンだな。こいつ。あ、ちょっと待って。早く早く。どこ行けばいい？これつけてるとちょっと右下にコンパスがあるんだけど、それ。いや、進むべき方向が分かるんだが、だよね。いや、あっ、ナイトビジョン切れた。あ、でもナイトビジョン使わない方が見やすいな。迷うね。とりあえず充電して、あ、充電すると復活した。充電が終わったのナイトビジョン外して銃のライトで行った方がいいんじゃないかな。弾拾ってる。これはやばい。深い視圧が。やばい。早く、あれ、ちょっと上に上がって。なんだ、これ持ってんの。どうしよう、どうしよう。こっちか。どこが深いところなのかわからない。ぐるっ。やばい、酸素なくなりそう。切り替えて。暗いぞ。上に上がろう。ああ、やべ、人の存在は待ってる。おお、痛い、痛すぎる。早く早く。ああ、気持ちいい。やばい、罠が残ってるんだな。うそ、やばい、すごい、もうさっきから罠に引っかかりすぎてる。回復。足元見て歩こうか。あ、あったあったあった。罠解除。移動早いな。相変わらずあいつら早いね。アイテムがなんか分かりやすく置いてあるってのは罠だと思った方がいい。フィルターを欠かさないようにして拾っていって、あったかい、ぬくもりという。マスクが壊れて、ここか。どこ？あ、了解。今すぐそっち行く。走り抜けろ。弾をゲットして、はい、これ嫌な予感するけど。うわー、うそ、やばい。うわ、いた、助けてくれ。よいしょ。仕留められるのか、これ。うわ、潜水砲がこっちだ。助けてくれ。撃て撃て撃て。倒したぞ。うわ、火炎瓶。助けてくれ。仕留めた？仕留めてないよ。話が自分の目の前に。グレネードに切り替えて。あぶれ。手前に投げる。いいぞ、その調子。うわ、画面が血まみれで見えない。
弾が追いつかない。倒したぞ。背中がないんじゃないか。モンスターども、世界の槍、足を攻撃してる。追いつきだ。やった、倒した。倒した。でっかいな。あんなでけえのは初めてか。それいいな。ちょっとあのやっぱりこれも使うのね。ありがとう。全く大したやつだ。死ぬかと思ったぜ。会えて嬉しいよ、さあ長い。ここなら安全だ。本当か。あ、バッテリー切れそうだ。入ってくれ。ほら中に入れ。ゆっくり休め。ああ、もう休ませてくれ、もう。ああ、少佐。遠くの方にあなたが見えたの。危なく撃つとこだった。撃つと学んで。無線には応答すべきだって分かったでしょ。了解。なんとなくあなただって分かった。なんだそれ、ツンデレだな。許してくれるかしら。ああ。はい、ということで。アンナに会えて、僕はなぜだか心から嬉しくなった。彼女はようやく、あの意地の悪いジョークを言うのをやめた。おそらく彼女は相棒を戦場に置き去りにしたことを恥じてるのだろう。ということでね、少佐の貴重なツンデレシーンを見れたことでここまでとします。また次回もお楽しみに。ほんじゃまたな。